全米作家協会は、著作権の保護、言論の自由の擁護、及び出版業界との公正な契約取引を通じた、著作家の経済的地位向上を目的とする、アメリカ合衆国の業界団体である。アメリカ作家協会、米国作家協会、米作家協会と呼ばれることもある。著作家を対象とする業界団体は、複数あるが、中でも AG は、 米国内で最古かつ最大の組織である。1912年に全米作家連盟として設立され、1921年には権利保護の対象者を絞った形で現在の AG へと改名した。ノーベル文学賞、ピューリッツァ賞や全米図書賞などの受賞者が AG の歴代理事及び評議会メンバーに名を連ね、協会員は急戦名超である。AG は ロビー活動にも積極的で検閲の排除や税制問題、著作権保護などに関してアメリカ連邦政府あるいは州政府レベルに働きかけを行っている。また著作権侵害をめぐって IT 大手グーグルなどを相手取り集団訴訟を申し立てて世論を二分したことでも知られている。九百十二年アメリカのニューヨーク市にて全米作家連盟として設立され、 初代会長は、後のイギリス首相で著作家のウィンストン・チャーチルが務めた。なお、ALA 設立の3年前にあたる1909年には、アメリカ連邦議会によって著作権法が改正され、著作権の保護期間が延長された社会的背景がある。ALA 設立当初は、文学作家だけでなく、劇作家や作詞、作曲家なども加入の対象としていた。 1919年に全米劇作家協会が設立されて分離独立したのを受け、1921年に全米作家連盟は全米作家協会に改名した。以降、映画、テレビ、ラジオの脚本家、劇作家、作詞家、作曲家を対象とした活動は、ドガが中心となって担っている。一方、AG は小説家、歴史家、ジャーナリスト、詩人、 イラストレーターなど、主に出版業界を通じて作品を発表する著作家を権利保護と人材育成の対象としている。AG の協会員は上述の著作家のほかに、著作物を出版社に売り込む著作権エージェント、著作家の著作権や印税を管理代行する財団、弁護士、会計士なども含まれる。協会員は、 出版社との契約に関する法的アドバイス、保険サービス、ライセンス料や印税などに関するサポートを AG から受けることができる。また協会員のうち、主に学生や若手著作家の会員を対象として、月次の小説コンテストや出版社への売り込み方法の講習イベントなども追時開催されている。協会員の国籍や居住地は不問だが、著作家が プロフェッショナル会員として加入登録するには、米国内での出版経験を有するか、米国内の著作権エージェントを介している必要がある。AG は501の非営利団体として認定された、法人ザ・オーサーズ・ギルド・インクによって運営されている。調査報道及びファクトチェック大手プロパブリカによると、AG の501認定による連邦所得税免除は、 1996年3月より適用されている。2016年度の AG の収入は251万2043米ドルであり、うち61.7%は、協会員からの会費収入が占める。AG の姉妹組織として、ザ・オーサーズ・キルド・ファンデーション、ザ・オーサーズ・リーグ・ファンド、およびザ・オーサーズ・レジストリの3組織が挙げられる。財団は20世紀後半に設立され、 寄付金を広く募って運用、管理して AG の活動を支えている。基金は1917年に創設され、収入減や疾病による生活困窮に備えた補助的な保険サービスを著作家に提供している。また、管理機構は著作権者に代わって、米国外からの印税収入を徴収、分配する国際決済サービスを提供している。管理機構は、 AG のほか、全米ジャーナリスト、作家協会、戦術の度が、及び全米著作権エージェント協会の4、組織によって1995年に共同設立された。なお、AG 本体が協会費を会員から徴収するのに対し、協会員外からの寄付は、姉妹組織の財団が募る理由は、501の認定タイプと税免除の違いによる。 501のうち、501は、業界団体向けの非営利団体認定であり、寄付を受け取る AG 側は、連邦所得税が免除されるものの、501組織に対して寄付をする個人、法人側には、その寄付金が税控除されないことからメリットが低いという特徴がある。一方、財団や慈善団体、宗教団体などは501に分類され、寄付者側も、 税控除の対象となる。そのため、501の業界団体は、別途501の財団を設立して、寄付を募る、召喚集がある。AG の現行体制、AG の歴代会長、米国における著作権保護機関の例、著作が作成された時点で著者が35歳であり、70歳で死去すると仮定した場合、 AG は著作権者の利益を守る立場から議会へのロビー活動を展開している。その活動例として、著作権の保護期間の延長、著作権保護の無方式主義を規定したベルヌ条約の批准、執筆活動に関連する経費の税控除などが挙げられる。また AG は関係業界団体や著作者個人と連携する形で訴訟も起こしている。とりわけ2000年代に入り、 紙媒体での出版が縮小する一方、著作物のデジタル化が普及し始めたことが背景にある。著作権法では第三者による著作物の無断使用、複製、反布は著作財産権の侵害とみなされる。しかし無断で使用しても一定の基準を満たしていればフェアユースとして権利侵害には当たらないことからフェアユースの範疇をめぐって争われたのが 対グーグル訴訟である。さらに、フリーランサー訴訟では、フェアユースに加えて、職務著作の概念も問われた。これは著作者個人が、法人に雇用されており、その職務の一環で著作物を創作した場合は、著作権は雇用主に帰属するという考え方である。AG が原告団を務めたフリーランサー訴訟は、フリーランスの著作者による著作物が、 雇用主ではない新聞社や雑誌などに寄稿され、その著作物が無断で二次利用されたとされるケースである。新聞ザ、ニューヨークタイムズや雑誌タイムなどに寄稿された記事が、歴史スネクシスやユニバーシティマイクロフィルムズなどの記事、検索オンラインデータベースに無断転載されたとする、集団訴訟、イディリ,リテラリーワークス・イン・エレクトロニック・データベーシズ、コピーライト・リトゲーションである。 原告団は AG を中心に、全米ジャーナリスト、作家協会、全米作家労働組合、及びフリーランスの著作家21名で構成され、2000年に提訴した。これに対し出版各社は、元記事を改編した上で、データベースにデジタルアーカイブしただけであり、著作権侵害に当たらないと主張した。著名な著作家の間でも意見は分かれ、 ピューリッツァー賞受賞者のデビッド・マカローやドリス・カーンズ、グッド・ウィンなどは出版社側の主張を支持した。合衆国最高裁判所は2001年、デジタル化後も著作権は著者に帰属するとし、原告証訴と賠償の判決を言い渡した。その後、賠償の受給者対象を拡大する形で裁判は続いたものの、最終的に2014年6月、両当事者は、 総額1800万ドルで和解したと発表した。著作権者に無断、無償で著作物をデジタルスキャンしてオンライン上に公開する Google Books の行為は著作権侵害だとして AG 及び著作家3名は2005年集団訴訟を連邦地方裁判所に申し立てた。その翌月には全米出版社協会も同県で単独訴訟を起こした。 2008年時点では Google がエジー及びオーパスに対して総額1億2500万ベイドルを支払う和解案に原告、被告ともに合意していた。しかし和解内容には Google Books と著作権者間の将来的なレベニューシェアも含まれていたことから電子書籍市場における Google の独占化が懸念されこれがハントラスト法に抵触するリスクを判事及び世論から 指摘された。また、著作権者からの積極的な拒否がなければ、Google Books に転載される合意条件では、Google 側への過度の面積になるとの懸念もあった。和解の発行には裁判所の承認が必要とされるため、2009年と2011年の2度にわたって、和解の修正案を当事者が再提出することとなった。ところが一点、 フェアユースを理由に Google Books は合法であると、連邦地方裁判所が裁定し、2013年にはに、新の連邦巡回高訴裁判所も一審を支持した。原告団側は最高裁に上告請求するも、却下されたため、二審の判決で2016年4月に、最終確定した。Google Books のスピンオフプロジェクトでもあり、世界各国の大学図書館が参画する。 電子図書館のハーティトラストに対しても、AG は著作権侵害で2011年9月に提訴している。米国著作権法上では、図書館などの非営利目的の場合にフェアユースが適用されると規定されていることから、2012年10月に AG の訴えは退けられた。類似、または関連する、業界団体、関連法と、行政、著作権をめぐる類似、 または関連する、訴訟、運動。ありがとうございます。